胡蝶蘭族は、熱帯域に分布する卵化植物の一群で、幅広い葉を折り重なるようにつける。ヨウラ蘭として広く栽培されるが、それには属間交配種が混じっている。この項ではその両方についてもべる。胡蝶蘭族は単軸性の着生植物で、分厚い数枚の葉を茎につけ、長い家計を伸ばして、そこに丸っこい花を多数つけるものがよく知られる。和名の胡蝶蘭は、 ピーアフロディーテに与えられており、この花が蝶に似ることに由来する。学名の方はファラーとアプシスを合成したもので、この種によく似たハレノプシスアマビリスピーアマビリースの花がガに似ることに由来する。英名はモスオーキッドとやはりガの乱である。これらの種に見られるのが一般的な蝶蝶蘭のイメージであり、これらの種そのものもそれらに由来する。 公廃品も多く栽培されている。しかし、この属には一見ではこれらとはかなり異なる姿のものもある。また、それらにも栽培されている種は数多い。洋卵としての略称はホルである。また、この属に近縁なドリティス属との公廃品はドリテノプシス属とされるが、実際にはそれらもコチョウランの名のもとに流通しており、特に表記されていない限り、区別は 困難な状況にある。したがってこの項では分類学上の群としての誇張乱俗について知るし、洋ンの一群の総称としての誇張乱についても別にまとめる。ピースとアーティアナ多年生の着生植物。タンク茎性の乱であり、いわゆる偽休憩は持たない。茎は短く、数枚の葉を折り重なるようにつける。茎の下部からは多数の太い根を出し、 野外ではそれによって樹皮に付着する。根の表面には海面上の根皮がよく発達する。葉は二列性で、扁平で中央で二つ折りになり、楕円形、茎の上でごく密接して生じ、折り重なるようになる。葉は、せいぜい数枚のものが多い。年を超えて維持されるものが多いが、落葉性のものもあり、花時に一時的に無用となるものもある。 全体に緑のものが多いが、ブチの入るものもある。花は溶液から出るが、茎は溶晶に覆われるので、普通はこれを突き破って出る。家計には数輪から十数輪の花を穂のように煮付けるが、家計に分子を出す場合もある。花は、下から上に咲いてゆくが、全体がほぼ同時に咲くものもあれば、下から一つずつ、時間をかけて咲いてゆくものもある。いずれにせよ、 花期は長い。花は五辺が大きく開き、新辺は比較的小さい。新辺は基部で三列し、側列辺は小さく立ち、中列辺は突き出してやや広くなる。また、新辺の基部に突起があり、虚はない。随中は短く、花粉界は2個。花の外形としては、側花弁が学辺より幅広く、全体に丸っこい花型となり。 新弁先端が左右に巻きひげとなるファレノプシス系と側加弁が学編とさほど変わらないため、見かけが星型になるスタウログロッチスケートに分けられ、前者では長い家系に多数の花をつけてまとめて咲くが、後者では少数ずつ開花する。なお、P バイオレシャ等いくつかの種では、花粉媒介が済んだ後に花びらに葉緑体を生じて、緑色になり、光合成を行って、 普通の花びらのように早期に落下しないことが知られている。東南アジアを中心にインド、オーストラリア北部、フィリピン、台湾、中国南部に分布する。樹上に着生するが岩の上に生育する例もある。園芸用に栽培される例が多い。いわゆる胡蝶蘭、あるいはファレノプシスの名で流通しているものはアマビリスなどを中心とする交配品種であり、栽培用としてより、 むしろ贈答用として用いられる。また、これらには金縁属であるドリティスの地の混じったものが多く、厳密にはドリテノプシス属となるが、ほとんど区別されていない。これらについては、夏季の総称の項で扱う。それ以外の種でも栽培されているものは数多い。それらは、趣味家の間でのみ流通している状態である。五十種ほどの種が知られ、自然交雑も知られる。 後輩品の数は非常に多く、名称不詳で流通するものも数多い。それについても以下の総称の項で述べる。様々な胡蝶蘭胡蘭ないしファレノプシスの名は園芸分野で流通しているが、上記のようにそれは胡蝶蘭族の総称とは若干異なるものである。一般に胡蝶蘭といえば数枚の葉を2列に重ね、そこから長い家計を上に伸ばし、 先端はやや垂れ、その茎沿いに丸っこい花を十数輪もつけるものである。これは、原種では、アマビリスや、コチョウランのイメージに近く、実際に、この二種は、非常に多くの後輩親として使われてきた。これら二種は白い花であるため、現在でも、コチョウランといえば、白い花が主流である。だが、他の種や、特に近縁のドリティスプルケリマとの後輩などにより、 様々な過食のものが作られている。これは厳密にはドリテノプシス属となるが区別されていないことが多い。ただ実際にどれだけの広範品種があるかについては実態が不明な面もある。幸いに高温の温室が必要であるためにかつてはこの類の栽培は難しいとされまたタンク規制であるだけに繁殖も困難であり高価なものであった。だが栽培や 繁殖の技術革新により広く栽培されるようになり、日本では1990年代の後半にシンビニウムの生産量を超え、現在ではランで最も多く販売されている状況である。コチョウランの干渉上の価値の高さとしては以下のようなものが挙げられる。なお、ランの魅力の一つに香りが挙げられることがあるが、ここで言うコチョウランには香りはほとんどない。胡ラン族には ビオラセアなど香りの強いものもあるが、ここに挙げる、コチョウランには、そのような特徴はほとんど与えられていない。現在この名で流通しているものには、大きく分けると、以下のようなものがある。なお、荷色としては白、赤紫、黄色系は多いが、青系統の色のものは、ごく少ない。品種の問題花屋の贈答品コーナーほとんどが、コチョウラン、右端に、デンファレコチョウランでは、 品種名が表示されないままに流通する例が多い。これにはいくつかの理由がある。もちろん品種の登録そのものは行われており、極めて多くの品種がある。それらは、洋欄一般のルールにのっ、っしかし、誇張欄の場合、流通のほとんどが贈答用であり、その大部分は使い捨てに消費される。そのような場合、品種名にこだわる客は、ほとんどいないわけである。 したがって、販売の様子にしても白花大輪とか、ミディケー赤花とか、色と大きさだけが示されて売買されてしまう。もう一つの問題は、繁殖の方法にある。洋欄の普及には、繁殖法の進歩が大きく貢献しており、それは、種として、メリクロンポームキ無菌畑種の二つである。ところが、誇張欄では、メリクロン内が普及しておらず、繁殖には、 未小内に依存している。当然ながら、それによって得られたものは、既成の品種名が当てづらくなる。それに、蒸気のようなラベルを大事にしない市場があることで、品種名のないままのものが多量に流通しているのである。いわゆる高温性の乱であり、耐寒性はない。そのためかつては、一般家庭での栽培は困難だったが、現在のような高気密高断熱の家では、十分に維持可能で、 特に、北海道など防寒がしっかりしているのでそれ以南の家より扱いやすいとも言われる。また、温度さえ維持できれば、加賀文化などの条件が難しくないため、むしろシンビディウムやノビル系デンドロビウムより簡単に開花させられるとも言う。基本的には、熱帯ウリの着生植物なので、年中高温であれば生育を続ける。普通、摂氏十七度以上では、 活発に成長が起きるが、この温度では、加賀が分化しない。加賀の分化は、摂氏18度程度の低温を経験させることが必要になる。それ以下では、摂氏15度で何とか成長できるが、通常は最低でもその程度の温度を保たねば、冬越しは難しい。強く乾燥させて、休眠状態にすれば、摂氏10度では、何とか越冬可能だが、 摂氏10度以下になると急速に衰える。もっとも種によってはもう少し体感性のあるものもあり、アマビリスなどは摂氏8度程度でも越冬が可能である。このため、日本の一般家庭で栽培する場合、夏季に成長させ、秋の温度低下時に加賀が分化する。温室など十分な保温が見込める場合には冬季にも、加賀が伸びるので冬から初春に開花。それほど温度が保てない場合は冬には、 加賀の身長が止まり、暖かくなって、改めて加賀が伸びるので、春に開花を迎える。他方、専門的な業者などの場合、例えば摂氏30度程度の高温の温室と夜間の最低温度を摂氏18度に保てる低温の温室を用意し、高温で十分に育てたものを低温の型に1ヶ月ほど置くと、約4ヶ月後に開花が見られる。 このような方法で現在では周年にわたって開花株が流通している。なお、タンク規制のために通常の栽培下では繁殖ははかばかしくない。大株になると脇芽が出るが時間がかかる。稀に家計の途中から新芽が出ることがあり、これを高めといって繁殖に利用できる。家計から芽が出た状態。ありがとうございます。